こんにちは、萌です。今回は Adobe Photoshop で同じ色を一気に選択するやり方を紹介したいと思います。Adobe のイラストレーターで一気に同じ色を選択して変えるっていうやり方も以前出してるんですけど、今回は Photoshop バージョンです。で、何を使うかというと、こちらのこれですね、マジックワンドツールを使います。このマジックワンドツールめちゃめちゃ使うので覚えてください。ここのですね、左のツールバーの4番目にあるこの棒がキラキラしているみたいな、のになってるやつですね。で、これを選択してもらって、自分の選択したいレイヤーを選んでおきます。これ今ね、選択されてないので、こうバッテンマーク、バツマークが出ていますが、その選択したいものを選ぶと、こうやってキラキラした棒がね、出てきます。そして、デフォルトはですね、こんな感じになっていると思います。例えばこの今、葉っぱを選んだんですが、葉っぱを選ぶと他のところの葉っぱ、同じ色の葉っぱは選ばれずに、選んだところだけ、くっついてるところだけこうやって選択できるようになってると思います。例えばこの辺りもですね、ここを選択すると、こっちの横のものはこの薄い水色で区切られているので選択されないっていう感じです。で、これもですね、シフト、Mac だったらシフトを押しながら、こうやってシフトを押すとこうプラスのマークが出てくるのがわかると思うんですけど、このシフトを押しながらこうやって選んでいくと、一つ一つね、選ぶこともできるんですが、めちゃめちゃめんどくさいです。で、これがね、大量になってきた時すごいめんどくさいので、これをどうやって一気に選ぶようにするかというとですね、ここの一番上のこのバーにあるこの辺り、ここにですね、チェックマークが3つぐらいあると思います。で、デフォルトだと多分この2つにチェックが入ってると思います。まず1つがアンチエイリアス、これがね、アンチエイリアスって日本語だとカタカナで書いてあると思います。そしてコンティギュアス、コンティギュアスっていうのは日本語だと隣接って書いてあると思います。そしてサンプルオールレイヤーズって書いてあるのがですね、すべてのレイヤーとかですね、全レイヤーとか書いてあるかなと思います。で、これなんですが、まずこの2つチェックが入ってるんですが、コンティギュアス、この隣接っていうやつのチェック外します。そうするともう一度この葉っぱを選んでみると、この同じ色がですね、全部選ばれました。で、この隣接って何かというとですね、さっきも見せた通り、隣同士にくっついているものじゃないと選ばれませんっていうやつです。なので、こうやって区切ってあったりとか、少しこことね、ここと位置が離れていたりして、くっついてないものだと選ばれないっていうやつです。なので、これを外してあげると、例えばこのピンク選びたかったら、こことですね、こういうところくっついてないところでも自然に一気にね、選択することができます。で、これですね、また、今回使ったやつはですね、こういうイラストなので色がはっきりと分かれてます。なので選択も結構きっちり、選んでくれるんですが、例えばこういうピンクとかもね、選んでくれるんですけど、例えばこういう写真の場合、写真の場合でももちろん使えます。ただその場合ですね、自分でこのトレレンスっていうやつを変えなきゃいけないです。これがですね、この数字によって選ばれる範囲が変わってきます。で、この数字が増えれば増えるほど、この選ぶ選択する色の差を少なくするっていうやつです。なので、範囲を広げるっていうのかな、数字が大きいほど範囲が広くなるっていうことです。なので、例えばこれを極端にじゃあ5とかにしてみます。それでこの辺の濃いめの青のところを選ぶと、もうここしか選ばれません。
本当は例えばこの辺まで選びたいと思っても、このクリックした場所、ここにかなり近いもの、近い色じゃないと選ばれないってやつです。なので例えばこれをじゃあ30ぐらいにしてみます。それでもう一回同じところを選択してみると、これぐらい選ばれました。さっきはですね、こことここの色若干違います。例えばここはもうちょっと濃くて、ここは薄いってなってると、さっきみたいにここの数値が低いと全体を選ばれません。もう本当にクリックしたところに近い色しか選ばれないんですが、なのでこれをですね100とかにすると、こうやってもうほとんど水色のところが選ばれました。例えばこの辺までね選ばれてます。なのでこういうこの数字を使って写真でですね、こうやってちょっとこの雲の色変えたいなとか、雲じゃない空の色変えたいなとか、こう消したいなとか、そういう時にこれがね役立ちます。でさらにですね、ここもう全部雲以外選択したいっていう場合、まだここ選ばれてないんですが、ここもさっきのようにシフトでこうやってね選びたいです。ただそうするとここを選択するとですね、今見えてるように雲も選ばれてしまいます。というのもここはですね、さっきのこの濃い青よりも白に近いので、この辺りに似ている色でするとこの雲まで選ばれてしまうっていう感じです。なのでその辺はですね、この、数字で調節しながら少しずつこうやって範囲を広げていったりとかするといいかなと思います。なので一気に選択するやり方、さっきみたいに、こういうイラストの場合はですね、すごくこれ役立つんですけど、こっちの場合、写真の場合はこの数値で変えていって、あとはですねこのシフトで少しずつ選択する範囲を足していくっていう方が使いやすいかなと思います。はい、ということでですね、今回は同じ色を選択するやり方を紹介しました。これもですね、この数字もなんとなく自分で何回も使っているとどれぐらいの数字にしたらいいかっていうのが分かってくると思うので、ぜひ皆さんちょっと練習してみてください。はい、ということでまた次の動画で、バイバイ。